京都参賀 FC、京都参賀 FC、京都参賀 FC は、日本の京都府京都市、宇治市、上陽市、向こ市、長岡京市、京田辺市、木津川市、亀岡市、南丹市、京丹波町をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟する、プロサッカークラブ。1922年に創設された京都、四高サッカークラブが前身となり、 1993年に一般公募で京都パープルサンガのクラブ名に変更し、1996年に J リーグへ加盟。2007年に現在のクラブ名となる京都サンガ FC へ改称した。運営会社は株式会社京都パープルサンガである。旧クラブの由来は京都志向サッカークラブのパープルとサンスクリット語で仲間、群れを表す様と 三四水名の京都をイメージさせる、三河の響きを掛け合わせた、三を合わせたもの。ホームタウンは二千十年八月まで、京都府京都市一市。二千十年八月より、宇治市、城陽市、向こう市、長岡京市、京田辺市の五市。二千十二年四月より木津川市。二千十四年四月より、亀岡市。二千十七年九月より、南丹市と京丹波町が、 ホームタウンに追加された。なお、宇治市などへ広域化された際に、クラブ側は、よりホームタウンを活性化させるには、試合の本拠地である、京都市やクラブハスのある、常陽市を含め、京都府南部の市町村の連携が不可欠と、コメントしている。ホームスタジアムは、京都市、西京極総合運動公園陸上競技場兼、球技場、練習場は、 京都産が FC 東常用グラウンド、通称、産がタウン乗用である、詳細はスタジアム、練習場を参照。クラブマスコットは1995年に誕生した、パーサ君と2003年に誕生した女の子の、お友達、ことのちゃんであり、いずれも、鳳凰と、不死鳥をモチーフとしている。1922年創設の京都志向クラブ。 設立時の名称は紫高クラブが前身となり、J リーグ加盟クラブの前身チームの中で最も古い。1993年に教育研究者 FC 京都パープルサンガが発足。1994年1月、運営会社となる株式会社京セラパープルサンガが設立された6月に株式会社京都パープルサンガへ称号変更。 1994年8月、J リーグ巡回院に承認。1995年にジャパンフットボールリーグ、JFL で2位の成績を収めて、1996年から J リーグ加盟が決定した。大野俊蔵や佐藤義明といった J リーグ経験者を補強。開幕戦は、V 川崎に敗北。その後、シーズン開幕後17連敗を喫して、 ジョゼオスカーベルナルディがシーズン途中で監督を解任された。5月に、ブイカワサキからラモス類、藤吉信次、山口敏弘を獲得し、後半戦は8勝7敗と勝ち越した。ペドロローシャを監督に迎えたが、カポネとクレーベルの両外国人選手が振るわず、さらにラモスが退団した。年間成績は17チーム中14位。なお、この年に、西田洋が、 日本代表候補に選ばれた。元日本代表監督のハンス・オフトが監督に就任。元日本代表の森安はじめ、岩本照夫、山田孝博、黒崎久氏を獲得したが、会に低迷。オフトは6月に監督を退任し、清水秀彦が公認となり、セカンドステージは勝ち越し。なお、横浜フリューゲルスが、横浜 M と合併したことで、 定番参入決定戦への出場は回避した。清水大成2年目、ファーストステージが14位、6月に清水が退任して、7月に元日本代表監督の鴨モアマが監督に就任。また、同じ7月に元日本代表の三浦和義を獲得。セカンドステージは9位、年間成績は12位となった。鴨体大成2年目、 黒部光明、松井大輔、牧地生が入団。リーグ戦は当初より不審で6月に加盟解任。ゲルト・エンゲルスが公認の監督に就任したが、年間成績は15位に終わり、J2 へ降格した。エンゲルス体制2年目。三浦和義が神戸、遠藤保仁氏が、G、大阪へ移籍した。J2 リーグ戦は28勝5分11敗の、 成績で優勝し、J1 復帰を決めた。黒部は30得点を挙げ、J2 得点ランク2位となった。エンゲルス体制3年目。開幕直後こそ4連敗するものの、黒部、松井、頬に加えて、平井直と角田誠といった、下部組織出身の選手も活躍。年間順位で5位に躍進。第82回天皇杯、全日本サッカー選手権大会は、 決勝で、鹿島を破り、関西にホームを置くクラブで、J リーグ発足後初のタイトルを獲得した。僕が PSV、アイントホーフェに移籍した一方、韓国、スイバラ世より、ホームネヒデを獲得した。ファーストステージは最下位。6月に、エンゲルスを解任、公認のピム・ファーベークも11月に解任し、木村文治が監督に就任。 セカンドステージも14位に終わり、年間で再開となり、2度目の J に降格が決定した。西村昭弘が監督に就任。市原から再留守を獲得。一方、9月に松井がフランスルマン UC へ期限付き移籍した2005年7月に完全移籍へ移行。リーグ戦は序盤戦から勝利に恵まれず、6月に西村を解任し、 柱谷光一を監督に迎えたが5位に終わった。柱谷大成2年目。黒部が新大阪移籍した一方、山形から星大介、福岡から米田金一郎、湘南から加藤博を完全移籍で獲得した。シーズンは7試合を残して2位以内が確定。第39節で2度目の J に優勝を決めた。最終節は甲府に敗れて、 2004年の川崎に次ぐシーズン勝ち点、100以上はならなかった。なお、パウリーニョが22得点で、J2 得点王を獲得し、15得点のアレモンと2人で、チーム総得点、89? の4割強を占めた。柱谷大成3年目。4月に、G 大阪から手島和樹、5月に、名古屋から角田誠を期限付き遺跡で獲得したが、 シーズン当初より低迷し10月に、柱谷を監督から解任。ヘッドコーチの見延部直彦が監督に就任したが、11月26日の G 大阪戦に敗れ、再会が決まり、J に降格が決定した。見延部体制2年目。2月からクラブ名称を京都さ賀 FC に変更。ただし、運営法人の称号は、現在も株式会社京都パープルさ賀のまま。 同時に、新しいエンブレムも制定された。名古屋から、元日本代表 DF、秋田豊、清水からもリオカ隆三、甲府から倉抜きはじめたけしを、福岡から平島隆を獲得した。開幕から、大きな連勝はしないものの一度の連敗もなく、安定して、勝ち点を積み重ね、第44節終了時点で、暫定3位と昇格圏内につけていた。 10月13日に、ミノベを解任して、総監督の加藤久さが監督へ就任。リーグ戦は3位となり、j 1 j に入れ替え戦で、広島に勝利を収めて、J1 復帰を決めた。また、当初は、残り試合に限定された、暫定監督扱いとして就任した、加藤の総監督留任も決定した。加藤大成2年目。柏から GK 水谷祐一。 G 大阪から旧シーズンぶりの京都復帰となる DF、四軸霊、FC 東京からレンタル遺跡で、DF 増、島達也、千葉から MF、佐藤隼人、鹿島から FW、柳沢敦と、各ポジションで実力者を獲得し、2年ぶりの J1 に臨んだ。シーズン途中にも、ディフェンス安定のために、G 大阪から DF、水本幸、怪我で長期離脱。 登録抹消した FW、パウリーニョの穴を埋めるため、清水から FW、フェルナンジーニョを獲得した。なお、シーズン成績は14位。天皇杯は5回戦で柏に敗北。加藤大成3年目。名古屋から豊田洋平、東京 V からディエゴ、韓国代表のリマサヒデなどを獲得。また、前年怪我で、シーズン途中に登録抹消された。 パウリーニョも復帰した。しかし、主力に怪我人が相次ぎ、パウリーニョがシーズン途中で退団し、ブラジルに帰国するなど、メンバー編成に苦しんだが、第33節、11月28日の裏戦に勝利し、残り1試合を残して、J1 残留を決め、同時に J1 通算100勝を達成し、12位でシーズンを終えた。天皇杯は3回戦で、 甲府に敗北した。加藤大成四年目。李正秀、鹿島、アルサット、林上東、佐藤隼人、千葉、松井健也、市大阪が完全遺跡、豊田洋平、都衆レンタル遺跡、手島和樹が引退、四軸霊が退団した。一方で、大分から七年ぶりの復帰となる、鈴木慎吾や、大宮から片岡洋介が遺跡、ドゥトラ、角安志明、 後レンタル遺跡ハウバート団小田松義福村貴之らを獲得した。リーグ戦は、第4節終了時の8位が最高。第10節及び、第13節から第21節まで再開で推移し、第14節終了後の7月27日に、加藤を監督及びチーム統括職より解任し、コーチの秋田豊が、公認の監督に就任した。 第22節で17位に順位を上げたが、以降も17位から順位は変わらず、第30節の浦和戦に敗れて4回目の J2、降格が決定した。天皇杯も3回戦で千葉に大敗した。なお、秋田とは2011年までの契約で J2 に降格しても続投してもらう方針であったが、12月7日に監督を退任した。 監督に、甲府元監督の大木武志、ゼネラルマネージャー、GM に、千葉元 GM の祖母井秀隆がそれぞれ就任した。柳沢淳、角田誠が、仙台、渡辺大郷、片岡洋介が、大宮、像、島達也が柏、水本幸が、広島、各安志明が、K リーグ、ウルサン現代 FC、西野康政がサ抜キへ移籍、平井直人が引退。 中谷雄介が退団、後に東京部へ入団、知恵後はレンタル遺跡期間満了により退団した。また、8月にディエゴが仙台へレンタル遺跡した。一方で、工藤公平、千葉、秋元林光、甲府、荒井いる、愛媛を完全遺跡で獲得、坂井隆介、チョンウヨン、内藤陽平が加入、小前義成、伊藤ゆ太らが、ユースから昇格した。 リーグ戦は、6月5日、第15節までに引き分けを挟んで5連敗を、喫するなど、同節時点でわずか1勝、2分6敗の19位に、落ち込んだ。後半戦に入り、2種登録選手ながら10得点を上げて、チーム得点王になった、高校生 FW、久保優也などの活躍もあり、最終順位は7位。天皇杯は、第82回以来の決勝進出。 決勝で、同じ j に所属の FC 東京に敗れたが、準優勝の成績を収めた。大木大制2年目、森下俊が川崎へ完全移籍、中村大輔が新潟へ期限付き移籍した。一方、中国、先制だから坂江からバヤリッサ、徳島から倉抜き始めたケシを完全移籍で、浦和から原和樹らを期限付き移籍で獲得した。 開幕前は、天皇杯準優勝などの実績より、昇格候補に挙げられ、第8節の東京 V 戦まで4連勝、第16節の北九州戦まで5連勝で同節で、首位に立ったが、第17節から3連敗を含む7戦、連続勝ちがなく、第23節時点で8位へ順位を下げた。第27節の鳥取戦まで4連勝して6位に、浮上。 その後連勝を6に伸ばすして以降、J1 昇格プレイオフ圏内となる6位以上を保ち、第39節ホームに付戦の勝利で、自動昇格圏内の2位に浮上。第41節時点で2位をキープしたが、最終節の交付戦で、スコアレスドローに終わり、最終節勝利した湘南と入れ替わって3位となり、J1 昇格プレイオフへ回った。 J1 昇格プレイオフは準決勝で6位の大分にホームで敗北し、J1 昇格はならなかった。天皇杯は3回戦で岩田に PK 負けした。大木体制3年目。中村光隆が鹿島、水谷雄一が福岡へ完全移籍、チョン・ウヨンが岩田へ期限付き移籍した。一方、川崎から山瀬孝二、湘南から三平和市、 2012年は、大部に期限付き遺跡、徳島から大寸ン,ン愛媛から田森大見、本大 FC から中村雅樹を完全遺跡で、G 大阪から横谷シゲルを期限付き遺跡で、獲得した。7月に、久保雄也が、BSC ヤングボーイズへ完全遺跡した。開幕から4試合を2勝2分とし、第4節時点で2位。第5節から2連敗を含め、 第9節まで1勝3敗1分に止まり、第9節時点で11位に順位が低下するが、その後は、第28節から第30節の3連敗を、除いて連敗するこなく推移し、第16節で4位に浮上して、以降は昇格プレイオフ圏内をキープ。第32節からは7連勝し、第34節終了時点で3位に浮上したが、第40節 G 大阪戦に敗れて、 自動昇格圏内の2位内が消滅。なお、最終順位は2年連続の3位。J1 昇格プレーオフ準決勝はホームで長崎に引き分け。規定により決勝へ進出したが、徳島に敗れて2年連続でプレーオフ敗退。天皇杯は3回戦で鹿島に敗北。シーズン終了後に大木が監督を退任した。 イラン代表元監督のバルデール・バドゥビエーラが監督に就任。安藤敦子と染谷優太が C 大阪、倉抜きはじめたけしが鳥取、秋元林子が富山、原和樹が北九州、中村正樹が長崎、小玉強が愛媛へ完全移籍した。一方、名古屋から石光洋介、ブラジルアメリカ FC からアレッサンドロラを完全移籍で、 神戸から有田光、月、横浜 FM から日香雄介、甲州緑城から大国まさを期限付き遺跡で獲得した。開幕節終了直後に首位に立ったが、その後第十八節時点で七勝五敗六分の十一位に止まり、六月十八日にバドを監督から解任。公認決定までコーチの森下人氏が監督代行を務めた後、六月二十九日より、 元東京ボルト監督の川勝良一が監督に就任し、徳島から銅グラスを期限付き遺跡で獲得したが、第41節、富山戦での引き分けにより、昇格プレイオフ進出が消滅し、最終順位も9位に終わった。シーズン終了後に、監督の川勝、GM の祖母井秀隆、強化部テクニカルディレクターの高間武志らが退任した。 元神戸監督の和田正宏が監督に就任。お寸粉、ジャイロが対談。道グラス、ヒカユースケ、田中秀夫が、起源付き遺跡期間満了につき対談。高橋雄二が、佐貫、田村良介が戸スへ期月付き遺跡。坂井隆介が、松本、工藤公平が、広島、横谷茂が、大宮、三平和氏が、大部、内野隆氏が長野へ。 それぞれ完全一席した。一方で、宮吉匠が富山から、原川力が愛媛から復帰。清水圭介、大分、山口里千葉、菅沼春成、岩田、金南一、全北現代、高達主芸、a f c テュ b i 佐々木隼人、仙台、ダニエルロビーニョ、群馬を完全一席で獲得。奥川雅也らが、ユースから昇格した。 前半戦を終えて6勝12敗4引き分け。7月8日の徳島戦で敗北し、7月10日に成績不振を理由として和田が監督を解任され、ヘッドコーチの石丸清隆が公認の監督に就任した。10月25日の大宮戦の引き分けでの位以下が確定。最終順位は17位。石丸体制2年目。 ユース出身の駒井吉成が浦和へ、伊藤裕太が新潟へ、原川力が川崎へ、宮吉匠が広島へそれぞれ遺跡。一方で、名古屋から武田祐介と、本田祐希、柏から菅野隆則、松本から岩沼俊介、甲府から堀米祐希、長崎からイオンジェ、新大阪から染谷祐太などを獲得。名古屋などでスカウトを務めた小島拓が、 強化担当で入団した。開幕から4試合連続引き分けを含む5試合勝利なしで、第5節終了時には15位まで順位を下げるものの、第6節でシーズン初勝利を上げてからの10試合で7勝2分1敗と、躍進、第15節終了時には、プレーオフ圏内の5位に浮上する。その後は、シーズン終了まで、プレーオフ圏内となる6位以上をキープしたものの、第18、 26角節終了時の4位が最高で、J1 自動昇格となる2位以上とは勝ち点で、引き離されたまま5位でシーズンを終えた。3シーズンぶりに出場した J1 昇格プレイオフは、準決勝で、新大阪と引き分け。規定により決勝進出はならなかった。シーズン終了後、石丸が監督を解任。また、平井、粉野良、高知。 u マイナス18監督の森岡隆三が退任。矢島拓郎が現役を引退した。監督に前かしはヘッドコーチの布部、用意沙いさおが就任。山瀬浩二、福岡、有田光、つ愛媛、佐藤健太郎、山口らが完全遺跡により、アンドレージロットが期限付き遺跡満了で、それぞれ退団。長島雄志が岐阜、沼大輝が、鳥取、石田正俊氏が、 群馬、山田元気が山口へ期限付き移籍した。一方で、名古屋から小山津智也、餅月霊心、昨年は山口に所属、田中マルクス・トゥーリオ、熊本から長井県政を、山形から伊藤春、韓国クラブから、ハソンミン、ケビン・オリスを完全移籍で、柏から湯沢正人を期限付き移籍で獲得。大国正が山形から復帰、 東洋大学、大野洋平、床派大学、岩崎友人、京都立花高校が入団した。トゥーリオ等の獲得により J1 昇格候補にも挙げられていたが、シーズンが始まると一時期は J3 降格圏内まで低迷。その後は DF 登録のトゥーリオが FW で15得点を挙げるなど奮起したが、シーズン中一度も一桁くらいに浮上することができず、最終順位は12位。 天皇杯は、初戦で、沼津に敗れた。布部が監督を続投。小島拓が、教科部長、前名古屋監督のボスコ・ジュロブスキーがコーチに就任した。山口から宮城正水戸から湯沢洋介が完全一席。茂広拓や、阪南大学が入団した一方、高橋雄二が、トス、リン・サムはじめが岡山に完全一席したほか、吉野京平。 広島に復帰らが退団した。開幕から低迷し、10試合を終えた時点で1勝3、分け6敗で、クラブ史上初の J2 再開に転落。第13節は休養した布部に代わりコーチのボスコ、ジュロブスキーが指揮を取った。5月11日、布部の退任とジュロブスキーの監督就任が発表された。第28節まで再開で推移。 第30節に残留圏内となる20位に上がり、以降は残留圏内を維持したが、最終順位は、チーム史上最低の19位に終わった。シーズン終了後、11月18日に強化部長の小島、監督のジュロブスキーがそれぞれ退任した。中田十三が監督に就任。ホームスタジアムは、京都市、西京国総合運動公園陸上競技場、研究技場である。 西京国は J リーグが定めるクラブライセンスでスタンドの屋根の占有率やトイレ数などが充足していないが今後西京国のライセンス充足加工時の実施及び京都スタジアム歌唱の建設が計画されていることを理由に同クラブに対するライセンス交付上の制裁は2015年度以後については行われていないようやく歩もどきの問題が終わり その後2018年に工事が着工し、2020年の春に完成する予定だ。収容は2万人規模のスタジアムになる予定。また、毎年霧島市国部運動公園でシーズン開幕前のキャンプを行っている。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムは、当項目を参照のこと。1998年より、京都さが FC 東常用グラウンド、通称、 サンガタウン常用を使用している。なお、クラブ創設当初は、京都府立山城総合運動公園、京都府宇治市などの京都府及び、滋賀県内のグランド、1995年から1997年まで、京セラ8日、市総合グラウンド、滋賀県東大見市を使用していた。育成組織、アカデミーとして、U-18、U-15、U U-12SP コースを有するほか、サッカースクールとして幼稚園、保育園在園児を対象とした、キッズコース、中学生、大人、女子、GK の4コースから構成される、クリニックコース、小学2年生から6年生を対象とする、プレミアコースプレミアクラスも設置されている。また、U-18 年代を対象とした、スカラーアスリートプロジェクトも合わせて運営している。 2005年時点で育成組織専用の練習場などがなかったため、当時参賀の監督であった柱谷孝一がサンフレッチ広島のユースチームと地元高校の連携を例に挙げて、育成組織の改善をクラブ幹部に案した。2006年度から3の教祭ら、学の立命館、民の参賀が提携し、高校年代の生徒が勉学は、立命館宇治高校、練習は、 京都産が FC 東常用グラウンドにある育成組織専用の照明を完備した人工芝グラウンドで生活は産ガが,が建設した寮で行い学費は立命館が寮費食費は産ガが,が全面的に負担するスカラーアスリートプロジェクトスカラーアスリートプロジェクト以下 SAP が開始された2011年度に SAP 開始以降初めて SAP 対象者がトップチームへ昇格した。2014年1月22日、SP 京都 FC、当時は佐川印刷京都と選手育成、強化などを目的とする業務提携を締結した。業務提携の契約期間は2014年2月から2016年1月までであった。2014年は森岡隆造。 サンガ元コーチが SP 京都 FC のヘッドコーチに就任し、国領一平及び斉藤貴成が育成型期限付き遺跡で加入した。1996年の J リーグカップ、柏レイソル戦、8月14日、大分市営陸上競技場をイコールサンガ主催ゲームが台風のため中止となったが、J リーグ公式戦が中止となって初めてのケースである。なお、 大体試合は、西京国が芝生の張り替え工事中につき使用できなかったため、g 大阪の許可を得て、g 大阪のホームスタジアムである万博記念競技場で8月24日に開催された。毎年8月16日の夜に、京都の夏を代表する風物詩として知られる五参送り火が行われる。当日は、ネオンや照明灯などの灯下を自粛するよう京都市から、 呼びかけが行われるため、サンガのホームゲームが重複する際は、以下のような対応が取られた。J リーグセカンドステージ、第5節の横浜 M 戦が8月15日に開催された、他クラブは8月16日開催。なお、試合は1から4で、サンガの敗戦。J2 第34節の札幌戦が8月16日の17時20分キックオフの白母開催となった。 なお、試合は2から3で、サンガの敗戦。京都サンガの決算は、次の通り、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。